1977年の鬼し別駅と、周囲約750メートル範囲。左が、南輪っか内方面。千鳥式ホーム2面2線と副本線2本。駅舎横の浜トンべ側に、貨物ホームと引き込み線を持つ。峠越え補機用機関車の転車台が残っている。廃線後は、写真上端を流れる鬼し別側が、元の駅構内を流れる形に。 河川改修されたため、駅跡は全く残っていない。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成鬼市別駅は、北海道総谷郡サルフツ村あざ鬼市別にあった、北海道旅客鉄道天北線の駅である。電報略号は鬼。同線の廃線に伴い1989年5月1日に廃駅となった。 廃止島で運行されていた急行、天北の停車駅であった。廃止時点で、単式ホーム、島式ホーム複合型2面2線を有する地上駅で、列車交換可能な交換駅であった。互いのホームは、駅舎側ホーム中央部分と島式ホーム西側を結んだ、構内踏切で連絡していた。駅舎側ホームが、上りの一番線。 待合所が設置された島式ホームが下りの2番線となっていた。その他1983年時点では、島式ホームの外側に3線を側線として有しており、1番線の音いねっぷ方から分岐し、駅舎東側の切りかき器部分の貨物ホームへの貨物側線を一線有していた。職員配置駅となっており、木造駅舎は、 校内の北側に位置し一番線ホーム中央部に接していた。当駅の所在する地名より、地名はアイヌ語のオニウシペ、オヌウシペのいずれかからとされる。サルフツ村の中心駅、村役場や市街地の最寄り駅のため急行、天木も停車した。オニシベツ市街に残るオニシベツ駅の案内看板オニシベツバスターミナル2001年時点では、 おにしバスターミナルとなっていた。また、館内の1階に、天北線の資料展示室が設けられ、周辺駅の駅名表、乗車券、備品、写真などの天北線関連資料が保存、展示されている。2010年時点、2011年時点でも、バスターミナル、展示室ともに同様であった。ありがとうございます。